マリアデロスアンヘルス・フェリックス・ゲレーニャは、メキシコソノラ州、アラモス出身の女優、歌手。女優のドローレス、デルリオ、男優のペドロ・アルメンダリスと共に、メキシコ映画の黄金時代を象徴する役者の一人で、ある。メキシコ、スペイン、フランス、イタリア、アルゼンチンで計47本の映画に出演した。ライバル的存在のドローレス、デルリオ父親は、 軍人権の応援初期のベルナルド・フェリックス・フローレス。母親は、ホセフィーナ・ナグエレーニャ・ローサスであり、母親は、バスク系メキシコ人である。1914年4月8日、ソノラ州アラモスに生まれた。マリアには11人の兄弟姉妹がおり、裕福ではなかった。兄弟のパブロとは仲むつまじかったため、母親は、マリアらがよからぬ関係にあるのではないかと疑って、両者を引き離し、 パブロをメキシコシティの軍学校に送った。マリアは男児向けの遊びが好きであり、人形遊びやその他の女児向けのおもちゃを嫌った。またマリアは乗馬も手慣れていた。他の姉妹は母性遺伝によって金髪であり、またマリアが強い個性を持っていたことから、姉妹との仲は良好ではなかった。フェリックス家はグアガラハラに引っ越した。マリア・フェリックスは ティーンエージャーの頃からその美貌で注目を集め、グアダラハラ大学の美人コンテストで優勝した。この時にマックスファクターの化粧品セールスマンのエンリケ・アルバレスと出会い、短期間の恋愛の後の1931年に結婚した。1934年には、マリア・フェリックスにとって唯一の子供となるエンリケ・アルバレス・フェリックスを産んだが、 エンリケ・アルバレスとは1937年に離婚した。離婚経験がゴシップや噂の的となったため、キケを連れてメキシコシティに移った。ある時にはエンリケ・アルバレスがキケをグアダラハラに連れ去ったが、二人目の夫であるアグスティン・ララの手助けでキケを取り戻している。マリア・フェリックスは2002年4月8日にメキシコシティで死去した。88歳だった。 息子の聞けは俳優となったが、マリア・フェリックス・ゾン・名中の1996年に推している。ありがとうございます。